さだまさしでございます。いよいよ2001年も大晦日になりました。私ただいま紅白歌合戦のため NHK にいるはずでございます。ということはつまりこれは録音なんですけども、本日は民放始まって以来初と言っても過言ではありません、可能な限り生放送で紅白の舞台裏から私おしゃべりを届けようと思っております。史上最強のツートップ、ワールドカップより先にやってしまいます。そしてそれを文化放送で受け止める心強いバックアップアナウンサーはもちろんこの人、文化放送の寺島直政アナウンサーだ。会長大会長、今日は大変だぞ。あるところは生放送、あるところは録音という、もうめくるめく陰秘な世界。会長、お互いしっぽりとセクシーに参りましょう。なんでセクシーじゃないといけないんだかよくわかりません。とにかく今日はテラちゃんが頼りですからね。テラちゃんよろしくお願いしますよ。さあそれでは張り切ってまいりましょう。東京のみ、半生半録音のさだまさしのセイヤング21、最後の最後までゆっくりお付き合いくださいませ。さだまさしのセイヤング21、この番組はダスキンの提供でお送りします。部長、実は私会社を辞めて独立しようと考えてるんですが。何？一体何を始める気だね。昔からの夢だった喫茶店をしようと思うんです。乗った。え、乗ったとおっしゃいますと？私も一緒に独立する。決断早いですね。善は急げだ。何をやったらいい？ああ、まず市場調査でしょう。今一体どんな味が、どんな店が流行っているのか実際に確かめてみることです。なるほど。よし、100番100番と。部長、どこに電話してるんですか？ダスキンだよ。え、ひょっとしてミスタードーナツ？ミスタードーナツ、確かにそれもダスキンだが、他にもあるんだな。え、例えば北イタリアの家庭料理とか。え、それってもしかしてあの土バヌーチもダスキンなんですか？そうだ。それから和食では海の幸が山盛りの丼専門店も。え、あのザ・ドンもダスキンだったんですね。そう。そしてニューオーリンズのカフェオレとベニエのお店も。え、カフェデュモンドもダスキンなんですか？あ、もしもし、ダスキンですか？ちょっと場所を教えてほしいんですが、石ガニ、つまりストーンクラブが食べられるレストランなんですが。え、ストーンクラブのレストラン、うん、いやー、このフロリダストーンクラブを食べさせるジョーズもダスキンだったんですね。どうだ、ダスキンってうまいだろ。うん、うまい。これってダスキン、これってダスキン。お問い合わせは100番100番。さだまさしの改めましてこんばんは。文化放送アナウンサー寺島直政でございます。ただいま時刻は7時3分47秒。外の温度がですね、8度ちょうどでございますね。ここの部分は紛れもない生放送でございます。半生。ここは生ですよ。本日はセイヤング21月曜日のパーソナリティ、さだまさしさん。NHK の、あれ、なんか今この番組は、あれ、ダスキンの提供でお送りしていますのよ。あら、さださん、はいよ。あ、その声は会長。大会長、テラちゃんだよ。テラちゃん、今ね、会長、俺すごいことになってるよ。どうしてですか？あのね、今 NHK のね、スタジオパークっていうのがあるんで、はいはい、皆さんこう行けるとこでしょ？そうそう、そこのね、ある下の駐車場にね、カーテン張り巡らしたね、怪しげなワゴン車の中に隠れるようにして、今話してますよ。ってことはこの放送は人の土俵でこっそりなんか放送してるみたいな、そんな感じですか？うん、まあね。だからほら、あの NHK の番組だから俺これから出んの。あ、そうですよ。だからちょっと気兼ねしながら放送やってんだけど。いや、全然気兼ねしてませんよ。そう、いやだってほら NHK だとダスキンって大声で言えないから。今のうち言っとくとこでダスキンダスキンダスキンって言ってんだけど。嬉しいですよ。松戸市の大久保ひとみさん。ちょっと待ってください。テラちゃん、大会長、何そっちにはがき持ってってんですか？当たり前じゃない。何もそこまで行ってはがき持っていかなくてもいいんじゃないですか？いい、関係ないね。この番組はそういう番組なんだ。はい。テラちゃん、留守番上手のテラちゃん。留守番上手？一人でお留守番の今日のセイヤング楽しみにしてますよ。え、テルミさんの番組みたいにお尻を出したりしないで、お上品に、くれぐれもお上品にお留守番お願いしますね。さださん、はい、どうしてそんなハガキ持ってくんですか？だって偶然そういう。そうですか。お尻は出します。あ、でも、うん、会長、
はい、もうすぐオープニングですよね。オープニングはね、大丈夫、7時半からだから。あ、そうですか。あとじゃあ25分弱ぐらい、うん、そんなにはいらない。あ、そうですか、うん、一応ね、15分には点呼入るから。そん…え、出血あるんですか。心配じゃない、変なやついっぱいいるから。ああ、あのね、テラちゃん、一度ね、紅白歌合戦のね、リハーサル君に見せたい。いや、行ってみたい。ひどいもんだよ。どいどい。あのね、歌手がね、一生懸命、ディレクターが一生懸命説明してるんだよ。誰一人聞いてない。あら、あのね、え、わざと不良の多い中学の朝礼みたいなもんだよ。もしかして、あの、例えば今年の成人式みたいなもんですか。もうねえ、あんなに、例えば悪さはしないけども、聞いてない。はい。じゃあ、聞いてないんだけど、ちゃんとできるんだよ。え、じゃあ何のために聞かないんですかね。いや、それ俺たちは聞かなくたってできるんだぜっていう、なんかこう反抗期のガキみたいなもんですか。あ、そう。あ、今ね、なんか警備員の人がね、ちょっと前出ろって文句言ってるんで、ちょっと待って、険悪な顔してるんで。いや、前出ろですね、前出ろでいいんですね。外へ出ろじゃないですよね。大丈夫大丈夫、それじゃ喧嘩になりますからね。そう大丈夫ですね。表出ろと言って、表出ろと言わない。大丈夫。続いてのハンガキは、まあですか、噂の運転手の妻さん。あ、いらっしゃい。あ、そうじゃないや、あのね、テラちゃん、俺たちだけじゃないんだよ。大晦日のお仕事お疲れ様です。はい、私はこれから昼夜運転のため出勤する夫と一足早い年越しそばを食べながら元気なテラちゃんの声を聞いてることだと思います。おうおうおう、大晦日に仕事をなさっている方は案外多いんですよね。そうですよね。うん、各位、私も去年の大晦日は仕事しておりました。勤めておりましたのは病院の会計の窓口。大きな病院でしたので、休日も救急で来られる患者さんが後を絶たず、その会計をするのが私の仕事でした。そんなにこの大変な仕事でしたが、それ以上に頑張っていらしたのはお医者さんと看護婦の皆さんではなかったかと。そりゃそうだ。テキパキとでも優しく患者さんと接している姿は私の心を熱くしました。こういう方々が頑張ってらっしゃるからこそ私たちも安心できるんですね。そうですよね。いいね、いいこと言ってるよ。ところで、さささん、何、今日は何時ぐらいに起きたんですか。え、今日は俺、今日はね、早かったよ、意外に。何時頃？10時ぐらいに起きたよ。おー、いつもだったらミノモンタさんの顔でね、声で目覚めるさらさん。あの、起きてテレビつけるとミノさんだけど、今日は起きてテレビつけたら薬丸くんだった。花丸マーケット？うん。あー、あれだ。それで、のんびりと準備をして、はい、お昼前にはもう出たんでね。おー、あ、早いですね。あのね、入りがね、入りがっていうのは、あの、要するに NHK ホールにみんな集合するのが13時なんですよ。ほー。午後1時には、よっぽどの用事のない人以外は来ないといけないのよ。で、それはよっぽどの用事がないのに来ない人多いんですか。うん、いや来ない人多いわ。あのね、よっぽど用事ないはずなんだよ、絶対。うん、そんなのに紅白歌合戦に出るっていうことは、30日と31日は NHK のために、あの、全部仕事を開けてますっていう人しか選ばないからね。はー、でしょ。そうですね。だから NHK のために開けてあるはずなのに、どうして12チャンネル出てるんだテレ東に。だから同じ理由で俺も、あの、隠れながら放送してるわけよ。そうか、じゃあ大丈夫ですね。大丈夫、ね、大丈夫だよ。だって俺のレギュラーだもん。そう、レギュラー、俺の番組だもん。ゲストで文化放送に出るわけじゃないけど、あのさ、はい、俺15分になったらもういなくなるけども、次にね、はい、多分ね、8時前には戻ってこられるんだよ。そうですか、うん、よかった。あの、オープニングの衣装ですけど、黒のね、黒の、今自分で見てるんですか。そう、インナーの、これ岡部さん、どういうふうに説明したいですか。あの、岡部さんというのは文化放送のプロデューサーですから。じゃあプロデューサーの岡部さんと今相談してんだけども、いや、相談ってもう、だって目、それ映ってるものは。だから赤いジャケット着てる。赤いジャケット、ね、綺麗なね、あの、ディナーショー来てくださった方は、あの衣装です。はあ、そういえばわかります。あ、そうですか。でもそれちょっと限られた方すぎませんか。それ要するに赤くてね、綺麗な石がいっぱいついてる。石が綺麗な石。じゃ、キラキラしてるんだ。だから内側、黒のシャツと黒のズボンに、黒のシャツ、黒赤いジャケットね、キラキラしてる。発想と羽織る。なるほど。へえ。あ、そうだ、紅白出場歌手さださんの今日の食事、何食べました。今日の食事、食事すごい言いにくいんだけど。で、どうしてですか。分かった、あのね、たぬきそばライス。そうじゃないんだよ。違う、はい、あのね、ラーメン。お、いいじゃないですか。ラーメン、NHK の食堂のラーメン。お、美味しいんですか。
うまいんだよ。今日はね、今日食べたら味が変わってたんでね。どんな風に？非常に不愉快なの。あってことあんまりさださんの味じゃなくなってた。そうで、何がいけないのかなと思って食べながらよく吟味してみたらば、普段と違うのはチャーシューの味ですよね。チャーシューがシナチク、シナチク、メンマね。シナチクの味が嫌なんだよ。それからね、もやしがダメだったね。あ、もやし、ね、そこで半分をうちの石井ってやつに食わせて、もう一杯、もやしとシナチク抜きのやつを私食べました。これはね、昔懐かしい NHK の食堂のラーメンでした、ね、味なんですね。よかったね。そうか、もうそらさんも食べ慣れてるからね。じゃあちょっと味が変わったぞっていうふうに私から言っときますから。言っときますから、ね、どうかね。あ、そうだ、さだ、神奈川県平塚市のフッチング。待ってください、さださん、その前に一つだけお願いがあります。さださん、こんなことはめったにないじゃないですか。ないよ、ね、あの紅白歌合戦にこれからオープニングに臨もうかというさださんと文化放送のスタジオをつないでお届けしてるわけですよ。まずやらないよね。やりませんよね、普通はね、俺ね、自分の番組じゃなかったら断る。マジか。そりゃそうですよね、そりゃそうだ、無理だもんだって、ね、でね、こんな めったにないじゃないですか。そうだよ。ですから、さださんが紅白歌合戦の7時30分のオープニング出てくるとき、そのセイヤング21、今ラジオ聞いてる人だけに分かるですね、サインかなんか送っていただくと、もうこれ皆さん鼻水垂れて喜びますよ。俺ね、でも後ろの方だから多分見えないと思うよ。それで、じゃあね、じゃあ見えたらにしましょう。こればっかり。じゃあね、例えばハガキを胸のポケットに入れておくとか。いや、入んないよ、その。じゃあいつもあのいらっしゃいっていう時の鈴を振ってみるとか。そんなの持って歩けないじゃん。歩けない。じゃあね、あのポケットの中で V サイン出してるから。ちょっと待って、ズボンのさださん、はい、それ見えませんよ、最初から。どこにいても見えません。 あと白いハンカチを振りながら歩いてくるってのはどう？いいですね。いいでしょ。まさかでも他の人もみんなそれやるんじゃないでしょうね。いや、やらない、やらない、誰も。おい、みんな多分ニコニコしてると思う、あの本番は。リハーサルの時にはニコニコしないからね。あ、そうですか。もうなんか、みんな喧嘩してんのって聞きたくなるぐらい。まあ、あの、今朝のスポーツ新聞ではそんな模様も伝えられてましたけどね。じゃあ白いハンカチはさださんだけですね。そうだよ。じゃあこれは、あの、今考えたわけですよね。今、心配なのは白いハンカチがあるかなって。なかったらティッシュ振るわ、ティッシュ。ティッシュじゃん。なんかこう、ティッシュでもこう振ってれば白く見えるじゃん。いや、もうこれはもう感激ですよ。ね、よし。じゃあなんか探して、こう、俺赤い服着てるから真ん中辺。真ん中辺。赤組と白組との境目ぐらいの、ところで、西城秀樹さんの真後ろにいるから。もう、ちゃんと位置取りまで決まってるんですね。うん、だから、うわーっとこう手振るから。わーっとね。ね。手振るっていうか、ハンカチみたいな布をね。ハンカチ振るから。うわ、これは嬉しいですよ、さださん。ね、だそれ見えたら、僕はテラちゃんを愛してると思って。わかりました。ありがとうございます。うん、いや、そろそろさださん。何？時間のようですよ。大丈夫だって、15分まで。あ、そうか。今、ペンネームキッチン、イラつかし。はがき、はい。幹事長、寺島内幹事長、こんにちは、こそば。なんで、で、年越しですたい。今回の放送は事実上、寺ちゃんのセイヤング21なので、我々リスナーのテンションも上がりっぱなしのストップだから、ぴょーん。上がってるな。どないな放送になってまうんか、こつ楽しみであると同時に、いつもの調子で寺ちゃんが耐えられるかが心配です。2時間前の調子はきついと思います。放送終了後、全リスナーによくされた。感動したと唸らせることでしょう。頑張れ、ファイトだ、我らが寺島大幹事長。嬉しい。このような嬉しいな。エールのハガキをいただいておりますので。ところで、さださん、ハガキ何枚持ってったんですか？100枚ぐらい持ってたんですけど。待ってくださいよ。そっちからもう放送ができるじゃないですか。できたな、これ、寺ちゃん。こい、行っとけよかったな。僕も行けばよかった、そっちにね。そうだよ。じゃあもう来いって言ってるから。あ、そうですか。行ってくるからね。頑張ってください。はい、じゃあ、はい、あの、くれぐれも振るの忘れないでくださいよ。はい、じゃあ、ぶっつり切れるよ。はい、じゃあ、ね。わかりました。はい。はい。本当にぶっつけたよ。いや、これは楽しみだ。本当に振ってくれるみたいですよね。7時30分、ここから見物でございますね。はい。さあ、それではですね、ちょっとこちらにもいただいたハガキを読ませていただきましょうか。こちらは君津にお住まいの森陽子さんですね。アナウンサーの寺島さん、こんばんは。大晦日の今日、さだまさしさんは紅白出場。番組編成からは何か特別番組が予定しているのではないかと思って、セイヤング21はお休みと諦めかけていただけに、寺島さんが一人スタジオで番組を進めてくれると聞いてとても嬉しいです。いや、私もですね、もうちょっと一人で進めるのかなと思ったら、まあこれは至るところにさださん入ってきてくださるようですからね。しかし元気ですね。さださんには緊張感というのがないですね。いや、決してこれはいけないと言ってるわけじゃないんです。
もう緊張感もないぐらいもうね素晴らしいということでございますね。続いてこちら鴻巣市のペンネームが季節外れのひまわりさんです。今年もまさしさんが紅白に出場すると知った時から31日のセイヤングを絶対に録音だと感じていました。でも24日の放送で生放送と聞きおったまげました。いや我々だっておったまげたんですよ。紅白の舞台裏での、他局のラジオの生放送なんて思いつくのはさだまさしさんだけでしょうね。その通りですきっと。でもすごく楽しみです。セイヤングも紅白も今年は2倍楽しめちゃいますね、ということで。もうだってここの文化放送を聞いていればですね、もうあの紅白歌合戦の裏情報がどんどんと入ってくるということで、さださんさっきまで出てました。今聞き始めた方残念でしたね。今度はあの8時ぐらいに登場ということでございますからね。さあそれではここで1曲お届けいたしましょうか。さださんが今日紅白で夜の11時過ぎに熱唱する曲をまずは先取りですね。さだまさしさん、君を忘れないタイムカプセル。さて今日のさだまさしのセイヤング21、一部分は生放送で一部分は録音でお届けしております。ただいま生放送ですよ。いいですね。はい、先ほどですねさださんが約束しました NHK の紅白歌合戦のオープニング、さだまさしのセイヤングのリスナーだけに送るさださんの秘密のサイン、もうお分かりですね。あの登場してくるときに、まあ、皆さんの中にさださんが入ってる、そこであの赤のジャケットですよ、赤のジャケットの真ん中あたりで原則的には白いハンカチなかったらティッシュ、そのあたりをですね振ってくれるということでございますから楽しみですね。本当にいやさださんだったらやるな、間違いなくやってくださると思います。まあ、それを見たいと思うわけなんですが、現在時刻の方が7時24分30秒過ぎたところですからね、あといよいよ5分ちょっとで、NHK の紅白歌合戦が始まります。それまで、たくさんの実はですねさださんが呼びかけてくださったということもありまして、私宛にあのおはがきいただいてますから、もったいないからご紹介させていただきます。今日しか紹介する時ないんですよね。足立区のペンネームユーリンさんからいただきました。テラちゃんこんばんは。こんばんは。今年の私の重大ニュースは何といってもさださんのセイヤングの復活です。さらに番組の観覧ができたことです。そうだ、あの東京で、セイヤングが生放送される時にはですね、四ツ谷にあります文化放送の第一スタジオに、まあ、若干名ではありますけれども、数十人入ることができる。もちろんこれはあのただ来てもダメなんですよね。あのあらかじめ来たいというその応募のハガキをしていただいて、来てくださいねというこちらからの返事があった方だけなんです。でそしてさらに番組の観覧ができたことだと。寺島さん会長という時本当にものすごく赤い顔で喋ってるんですね。本当なんですよ。見ていていつ血管がプチンと切れるのではないかとハラハラしてしまいました。アナウンサーは命がけのお仕事だということを知りました。いいこと言いますね。特に私はそうですよ。入社以来ずっとですよ。これからますます寒くなり血管が切れやすくなる。やめてくださいよ。切れやすくなるかと思いますんでどうぞご自愛くださいと。そうなんですよ、まあ、ラジオ沖の方でスタジオ見学に来てくださらない方というか来たくても来られない方多いと思うんですけどもね、これを目の当たりにしたらね、ああかわいそうだなアナウンサーでって思いますよ。絶対ほんと赤いんですよ。で首にあのちゃんと青筋立つんですよ。自慢じゃないですけどあれね、今だから言いますけどクラクラくるんですよ。酸欠っていうのとあとやっぱりこう頭にこう血がガーッとこういくんでしょうね。あの言い終えた後っていうのはあの大変なことになってるんですよ。だからそこで何か例えばあの複雑な計算をしろって言っても私は無理です。でそこだけはご勘弁いただきたいと。さて続いてこちらは、埼玉市にお住まいのですね、お名前は幸恵さんでしょうかね、ゆきえさんでしょうかね。この歌詞がとても柔らかく温かく体の中に染み入ります。君を忘れない命のある限り。命という言葉に現実感が伴ってきました。20代の頃耳にした命という言葉は遥か彼方にあるもののように観念だけのものだった気がします。私も40代に入り人生の折り返し点をもう曲がったかなという今になると、マッさんの歌の歌詞のいろいろな言葉が以前とちょっと違って聞こえたりします。初めてマッさんの歌声と出会った時、マッさんは7歳も年上のお兄さん、大人だったんです。時が経ちお互いに40代となるとちょっと年は離れているけど同じ世代の同志になりました。昔と同じに7歳離れているのにね。この頃マッさんの歌で涙ぐむことも多くなってきちゃって、過ぎていった時間のことをため息ついたりニコニコ笑ったりして思い出したりします。テラちゃんはマッさんといくつ違うんですか？初めてマッさんと出会ってから現在までに自分の中で何か変わったことありますか？あの私はですね、さだまさしさんとはやはり7つ
違うんですね。ですからこの方ですね、ゆきえさんですか、さちえさんですか、もしかしたら同い年、おそらく同い年になるんでしょうね。そうそう、私もさだまさしさんを初めて、テレビで見たわけですよね。歌聞いて精霊流しだったと思うんですけども、その時にはかなり年上の人なんだろうなと。こちらはまだまだ社会人にもなってないわけですからね。それが文化放送に縁あって入りましてね、そしてさださんとこうやって一緒に仕事ができるっていうのは、夢といや夢。ここでまた行ってしまいましょうかね。あと2分弱ありますからね、紅白歌合戦が始まるまで。私さださんに一つだけ謝んなきゃいけない、勝手に謝るわけなんですけど、私と初めてそのさださんとの縁っていうのは、人間さだまさしというよりはですね、夢供養っていうアルバムあったでしょね、夢供養っていうのを大学時代の友達に借りたことがあるんですよ。でね、夏だったんです、忘れもしません。で、私の自家用車の後部座席に寝かせて置いといたんです、夏に。で、その上に軽いんですよ、軽いんだけどクッションを置いといたんです。で、半日ぐらいでしょうか、ちょっと炎天下に車を置いといたんですね。友達から借りた夢供養です。で、夕方かけようと思って自分の家のレコードプレーヤーにかけた瞬間、何かうねってるんですよ。なんかこうふにゃんふにゃんふにゃんって感じなんです。やっちゃったんですね。そう、あのレコード盤が夏の暑さで変形してしまったんです。その当時はさだまさしさんに謝るというよりは、その借りた友人にどうしようと思って、せこいですよね、これも言っちゃいます、ちょっと重しでね治るかなと思ったんですよ。重しを次の日置いて、また炎天下の車の中置いておいたの。ダメでしたね、さださん。あれ、もうちょっとレコード盤しっかりしといてもらいたかったんですけど、でもうしょうがないということで、私さだまさしさんの夢供養を買いました。で、友達には何も言わずに、よかったなぁさだまさしって言いながら、自分で買ったレコード盤を、その友達に返したって思い出があるんですけど、そのさださんと私がですね、それから、十何年後というか、それからそうです、5、6年後に出会うことになるわけなんですけども、さだまさしさんの本物とですね、こうやって仕事させてもらえるとは思ってませんで、今までさださんには言えないんですよ、さださんのレコード1枚ダメにした人間ですとはね、夢供養、それも、私なんですね。それが、そろそろ紅白が始まる頃じゃないですか。そうだそうだ、この文化放送の第一スタジオにはですね、テレビモニターもちゃんと私から30センチぐらいのところで、ちょっと近くてですね見にくいんですけど、今始まりましたよ、NHK の紅白歌合戦。あまり細かくは語れないんです。これはいろんなやっぱり音の世界のものがありましてね、そうなんです。これはだってもう NHK さんが放送してるもんですから、だから何があるとはあんまり言えないんで、ただ佐田さんのところだけはですね、まだ人は出てきてません。そのぐらいは大丈夫でしょう。ねえ、言ったって。ああ、なるほどね。もう50雲海になるんですね。なるほど、そうなるんですね。おー、花火があるんですね。このぐらいだったら大丈夫でしょう。で、そろそろさださんが、ね、おそらくこう見えてくるのではないかなという、スタッフばっかり近寄って、もうかぶりつきですよ。笑顔ですね。振ってますね。あれ他の人も降ってるぞ。どうなんだ、加山雄三さんも降ってますね。その他の方はあまり多くは語れないんですけどもね。今のところどうなんだろうな、かなり後方にいらっしゃるような、そんな気がしないでもないんですけどもね。今ちょっとですね、手を一人だけ元気に振ってる方がいらっしゃるんですが、あれはもしかしてさださん、それにつられるようにもう一人振ってる、さださんは振ってないのかな今のところ。隣がなんか、いるいる、惜しいな、ちょうど関数値の5の方の後ろぐらいにこういらっしゃるんですね。司会者の方が映ってしまいましたね。ということで、いやでも振ったでしょ、振ったですね、何人かいたんですよ。あれは仲間ですか、セイヤング仲間ですか、そういうことではないのかな。佐田さんが頼んだんですかね、お願いします振ってくださいと。私一人じゃわからないから。加山雄三さんはやはり仲がいいんですね。ギターをもらった仲だけありますね。ということでですね、よかったよかった、やっぱり佐田さんは約束を守る男ですよ。おお、この小さいお嬢ちゃんたちも可愛いですね。赤いドレス、ほほー、なるほどね。このやっぱりね、紅白歌合戦ってのはすごいなと思うのは、司会者が3人いるんですよね。でも正直言います、あの総合司会というのは何をやってるんでしょうね。白と赤で十分じゃないかと思うんですけど、そんなこと言っててもしょうがありませんね。はい、さあそれじゃあ、もう一通ハガキ化していただきましょう。いやー、なんか心がとてもこう明るくなったし、肩の荷が降りたって感じですね。
続いてこちらはですね、秀美さん、藤沢にお住まいの方、寺ちゃんこんにちは。いつもさださんを温かくサポートしてくださっていて、縁の下の力持ちで寺ちゃんのこの番組での影響力はすごいと思います。そんなことありませんよ、嬉しい。これからもずっとよろしくお願いしますね。そこで寺ちゃんに質問。さださんと初めて会った時の印象は、あともう一つ質問がありましてね、中学高校時代のクラブを教えてくださいって、これどうでもいいようなこれどうでもいいんじゃないですかね。まあさださんと初めて会った時ってのは、まあ先ほど申し上げました通り夢供養1枚ダメにしてしまったっていうね、なんかちょっと後ろめたさもありましたけど、あのラジオ真っ昼間っていう番組、あのお昼時、これあの録音番組だったんですけども、ここでさださんと初めてお会いして、私があの外でこう録音を撮ってくるっていうね、その時にあのお相撲の仕事も私やってまして、今の柴田もよかった横の綱大野国、その時はねまだ関脇だったと思うんですけども、真っ昼間用心棒と称してですね、大野国関が、その時は大野国関ね、今島田山親方は快く引き受けてくださった。でもその時の仕事で一番あの佐田さんに笑っていただいたっていうのは、あの東名高速の入り口でヒッチハイクをするっていう企画がありましてね、大型のあのダンプカーを止めて、まあいい人がいるもんでしてね、でその人があのちゃんと車止めてくれて、で次の厚木インターまで乗せてもらって、そこから電車で帰ってきたっていうそういった思いで、これはさださんに受けていただいて本当良かったなと思ってます。いやーしかしさださんありがとうございます。またあのさださんがですね、この番組に出てくださいますから、皆さん楽しみに待っててくださいね。さあお知らせの後はお笑い三流でお届けいたしましょう。さだまさしのセイヤング21、この番組はラスキンの提供でお送りしています。部長、水面下で進む私たち二人の独立計画、喫茶店経営に向けて海外調査も無事終わりましたね。うん、そしてまた新たな課題も見えたな。そうですね、やはり喫茶店ですから、特に衛生面には注意しなくてはいけませんね。うん、何をしたらいい？いつも清潔な店内を保てるような準備が必要かと思うのですが。なるほど、よし、100番100番と。部長、どこに電話してるんですか？ダスキンだよ。え、またまたダスキンですか？あ、そうか、ダスキンといえば掃除がしやすくてホコリがよく取れるモップを申し込むんですね。フロアモップにハンディモップ、確かにそれもダスキンだが、他にもあるんだな。うん、わかりました、ダスキンのプロのお掃除でトイレもキッチンもピカピカにしてもらう。うん、それもダスキンだが他にもあるんだな。さらにプロのお掃除で床も窓ガラスもとにかく全部きれいにしてもらう。それもダスキンだが、まだ他にもあるんだな。あ、もしもし、ダスキンですか？外注駆除の見積もりをお願いしたいんですが。え、外注駆除？へえ、ダスキンってシロアリやゴキブリなどの外注駆除もしてくれるんですね。これで虫が出る心配もなしだ。うん、ますます衛生的。これってダスキン？これってダスキン。お問い合わせは100番100番。お笑い三流亭。どうでもいいけど、このね、紅白に出てる忙しい時にね、はい、こんなお笑いさんっていうのがいや、やっぱり、ね、やってると思わねえだろうな俺はむしろ NHK に頼んで、今文化放送でこんなことやってるって言ってほしいよ俺もうこのしょうがないよね、ねえ、まあ、いいか、盛り上がっちゃうかな、うん、まあ面白いハガキを書いてくださいすっごいだからそれで何してください何してください、ね、そういうこと、ね、そういうことです、うん、とにかくです、簡単なんですよ、うん、ハガキにねものすごく面白いこと笑えること書いてる。簡単じゃないってだから、そうですかで実はでも創作でも何でも結構ですから、まあ、そうだけどね、で1回読まれると三流亭一門への入門許可ということで見習いになっちゃいますよ。そうなんだよ。そしてさらに1回読まれると前座ですよ、うん、で前座になりますと講座名を名乗って構わないんです、うん、でこの講座名ってのは三流亭なんとかとご自分で考えてくださいね。自分でつける。そうです。例えばの住んでる土地の名前とかね、名物などの特徴に加えて、これは大変結構ね、うん、渋谷に住んでる人ならもう三流亭八甲前とか、ね、決まりだね。で新宿に住んでる人なら三流亭アルタ前とか。いいね、ね、いいですよね。東京駅に住んでる人だったら白鳥で会いましょうってのはいいな三流亭白鳥で会いましょう、うん、長いな。三流亭銀の鈴。あ、いいですね、いいじゃないですか。銀の鈴いいですね。東京 ね、で、もう1回読まれると2つ目になります、うん、はい、そしてそれから3回読まれると見事真打ち。そうだよ。で真打ちになるとさだまさし大師匠が講座名を命名してくださるわけですね。そうですね。
先々週、ついに真打ち登場ですよ。嬉しかったね。で先週は真打ち披露まで行っちゃいました。行っちゃいました。この番組終わるまでに真打ちとなってですね、その後最もたくさん読まれた人は三流亭一流という素晴らしい名前を差し上げることになっています。素晴らしいですね。でもですよ、逆にあまりにひどいネタの場合は波紋もありますから。あるよ。もう見習いに逆戻り、こういった場合もありますよ。さらに逆にあまりに素晴らしいネタを書くと階級を飛び越した大出世ってのなんです。あります。これをやっぱりやらないとね、もう3ヶ月ちょっとですからね、もう3ヶ月しかないわけですから、これやらなきゃやる気をそぐことになる。そうかそうか。で現在の状況は総勢113名、そういうことだ。うち真打ち2名、2つ目13名、前座28名、見習い70名。すごいね。あの話家さんのところに行くとお弟子さんの名札がこうかけてある師匠のところ行くとね、今あの真打ちのところに2人かかってますよ。そうですよね。二王と二王、馬肉。いい名前だ。いい名前だね。二王と馬肉。さあ、じゃあ入門希望からいってみよう。はい。これは森田、磯美、栃木県から、子供たちって素直に歌うんですね。保育園で3歳児の子供たちが歌っていた歌を紹介します。ドーはドーナツのドー、レはレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ、アは青い空。そうだよな。そうか。そうですね。考えてみたら。そうだよな。そこからいきなりなんかいいな、あーっていくところがいいな。そうはいかないね。そういけない、やっぱ青い空だもんな。そうですよ。やっぱあーは青い空、ドはドーナツの、ドだもん、ではレモンだ。全部言葉の頭を取ってた。ファはファイトだもん。そうです。青い空はあーなっちゃうな。ペギ葉山さん今落ち込んでるかもしれない。ペギ葉山さんの作詞ですからね。あ、そうなんですか。そうですね。ペンネーム麻痺をやめろ、品川区東洋、怪文、作品ナンバーケッヘルに。なんでお前がケッヘルつけるんだよお前。なんでケッヘルがお前のことを研究してるんだよ。じゃあ行きます。怪文です。これはうまいな。なんでキスをしたわけ、私を好きでんな。なんでキスをしたわけ、私を好きでんな。19文字。作者ダン、制作日数3日半、かなりの力作もデンナで苦労しました。はあ、なるほどね。あ、自分的には上々。よし、入門曲、相原敦子は練馬区。スーパーの売り場で売り込みのテープが流れてまいりました。今日はゴキブリはいかがですか。油のたゴキブリです。フライパンで焼いてお召し上がりください。ゴキブリはいかがですか。並んでいたのはおきぶりの味噌漬けでした。おきぶり、おきぶりじゃゴキブリって聞こえるよな。おきぶり。葛飾区風天のドテチン。石、下品な笑い方やめろ。あそこに毛が生えたら1万円やる。早く大人になれ。私が小学生の時、父の友人にこう言われた。その約束を忘れなかった私は、毛が生えたのですぐにその人の家に行き、わざわざ脱いでまで見せてこう言った。おじさん、ほら毛が生えたよ、1万円ちょうだい。手を出すとそのおじさんはこう言った。産毛だから2000円だ。その時初めて大人は嫌いだと心の底から思った。なるほど。よし、入門許可。揃ってからにすればよかったんだね。そう。ちょっと待って、ね。風天のドテチン。江戸川区笠原俊夫入門希望。東武亀戸線に初めて乗った時のこと、車掌さんのアナウンス。次はオムライス。次はオムライス。次の駅に着いてみると、そこにはオムライ小さな村の井戸。オムライって駅あるんですよ、亀戸のすぐ近くに。オムライと書いてあった。はー、次はオムライス、オムライ、オムライス。はー、まあそうかもしれないな。なるほど。いいな。花りんご水木はつくば市から。小さい頃父に教わった替え歌があります。雨雨ふれふれ母さんが、
ジャンの目でお迎え嬉しいな、ピッチピッチギャルギャルランラン。それは嬉しいな。ピチピチからは弾んで元気よくフォルテッシモで歌います。いいな、入門許可。龍ヶ崎市、大利根貫太郎。バンジージャンプは気合が大事である、うんうん、だから飛ぶ前にバンザーイバンザーイバンザーイと3回言うといい、うん、バンジー参照。しょうがないな。しょうがないな。面白いな。なかなか面白い。さあ、前座に見習いのハガキは今回は全員内地に。おお、前座のハガキ行ってみたいと思います、うん、これは三流亭入間茶、田中由紀改め三流亭入間茶。おお、ね、一本のロープの持ち主を探して問いかけるセリフがタイトルにもなっている名作、大ヒット映画シリーズ。一本のロープの持ち主を探して問いかけるセリフがタイトルにもなっている名作、その重要なロープの持ち主を確認できないまま迎えるラストシーンが切ない、君の名は。はぁ、君の名は。名はね。なるほど、いろいろ考えるな。よし、じゃあ二つ目に進出。三流亭、佐藤美希改め三流亭ダービー、うん、府中市に住んでるから、うん、三流亭ダービーっていうのはなんか将来グランプリ取りそうな、うん、いい名前だな、うん、いくらなんでも毎週そんなに面白いことが起こらないから。そりゃそうだよな。そりゃそうだよな。その通りだよな。いくらなんでもそりゃ目指せささやかな笑いシリーズ。以前のセイヤングはあまり聞いていなかったという妻が、最近時折、鼻歌を口ずさんでいる。夜明けが車エビ。夜明けが車エビ。ああ、なるほど。夜明けが車へ、こんな感じなんですかねって写真まで添えてくれました。本当だ、夜明けに車エビがいる。うわすごいな。夜明けの空に車エビが空中に踊っている写真を添えてくれました。この労力に対して、じゃあ2つ目進出を許可したいと思いますね。似合うな、でも、うん、いいね。さあ、もう一人行ってみようか。三流亭大根足、うんうん、練馬区から、お、うん、前座だからね、はい、三流亭大根足、現在前座。さて、毎日お昼の健康番組を見てメモしている母が倒れた、うん、大丈夫か、うん、原因は普段の食事に毎日紹介される健康に良い食品を加えていったために量が多くなって食べ過ぎたのである。何にもならないよ。ニーノさんの番組見てるといろいろ食わなきゃいけないものがあってね、大変なんだよ、うん、あれも食わなきゃいけない、これも食わなきゃいけない、それからなんか野菜を食うとね、なんか血流がね良くなるとかね、この間はなんか女の人が黙って痩せるのに、なんか大根をすりおろした汁も大根おろしも一緒に納豆とおろし納豆っていうの、これがね、あの便通が良くなる、宿便が全部取れてね、それだけでね 2,3 キロ痩せるっつうんだね、取った人が、うん、すごいね、これ健康になるっつうんだよ、血流が良くなってって、それんなことやったらどんどん増えちゃうな。でも師匠よく見てますね。あのね、お昼のね、あの時間ってね、じーっと見てられる面白い番組って意外にないんだよ、うん、そうするとね、やっぱりちょっと俺も健康気にしなきゃいけないと思うとね、ミノさんがまたくだらないこと言うんだよな、あれ面白くてね、見ちゃうんだよな。ミノさんってなんかほら文化放送にいた人だから、なんかあの遠い親類のような気がするんだよ。分かります。で、他見るんだったら、まあ、ミノさん見た方がいいかなという気がするんだよな、うん、まあそういうことなんだけどね、2つ目も真打ちも全然ダメ、
ああ、うん、読むと格下げしたくなるから、ね、ああそんな感じか読まない、力んでるなちょっとな、ちょっとね肩に力入ってるかもしれませんね、夜明けが車エビでもいいから、初心に戻って、しょうもないこと書いてきてほしい。今週のあの一金賞はどれにしますかね。やっぱり夜明けが車エビでこの写真、これいいじゃないか、この労力、そうですね、こんな感じなんですかねっていう、関係ないんだ、これ、ネタとはね、ネタ全然関係ないでしょ、ね、そうです、ね、この無駄加減がいい、これが、こういう無駄なことが私、その方にですね、一金師匠の、あの真打披露の手ぬぐいと工場、三十手ダービーです、ダービーさんね、このコーナー、宛先、こちらでございます、郵便番号160-8000に、文化放送、さだまさしのセイヤング21、お笑い三流亭の係まででございます。本当にこんなことしていいのかな今日皆さんの面白いおはがきどんどんお待ちしています。さだまさしのセイヤング21、この番組はダスキンの提供でお送りしています。部長、水面下で進む私たち二人の独立計画、喫茶店経営に向けて衛生面での準備も万端に整いましたね。うん、次に準備すべきことは何だろう。そうですね、お客様が心からくつろげる空間が必要ではないでしょうか。なるほど、お客様がくつろげる空間か。よし、100番100番と。部長、どこに電話してるんですか。ダスキンだよ。え、またダスキンですか。なんだろう。あ、ホコリや花粉を吸い取る空気清浄機を申し込むんでしょう。うん、ダスキンの空気清浄機はレンタルだからいいな。だが他にもあるんだな。ひょっとして化粧室のタオルキャビネットですか。よく知ってるな。それも確かにダスキンだ。でももっとこうくつろげる気分のものだな。あ、もしもし、ダスキンですか。あの喫茶店の店内に飾る有名な画家のアートポスターをレンタルしたいのですが。え、アートのレンタル。ダスキンって版画やポスターのレンタルもしてるんですか。そうなんだ、レンタルだから絵は気に入ったものに変えていけるんだ。これで喫茶店でも有名な絵画がいろいろ楽しめるというわけだ。これってダスキン？これってダスキン。お問い合わせは100番100番。さだまさしのセイヤング。さて今日のさだまさしのセイヤング21は一部分は生放送で、一部分は録音でお届けしております。今は生放送ですよ。で、NHK の紅白歌合戦ね、出場中のさださんよりですね、そろそろ電話がかかってくる時間なんですが、オープニングでさださんはやってくださいまして、セイヤングメイツとも呼ぶべきですね、あの加山雄三さんと谷村さんもさださんと共に白いハンカチを食ってくれましてね。で、ほら、17歳ぐらいの少年が歌ってましたね。ね、ちょっとこうとっちゃん坊やみたいな、そういう坊やとっちゃんっていうのかな、あれはね、どっちでもいいや、とにかくね、なんか17日は老けた顔してんなみたいな、妙に落ち着いてる、まあ子役だからしょうがないですよね、しょうがなくはないんだ別にね。その応援の時に加山さんと谷村さん、特に谷村さんは振ってくださって、あれ趣味じゃないでしょうね、さださんが頼んだからやっぱりやってくださってるわけでしょ。そうとしか考えられませんね。加山さん、さださん、加山さん、谷村さんのこのお三方が白いハンカチを振ってる。まあ谷村さんはね、こうなんていうんですか、中腰というか、上で振ってる時もあれば、ちょっとこうカメラの時止めてですね、何かこう白いハンカチがプラーンとしてる時もあるし、まあ、いろんな形で画面にちゃんと入れてくださってる、偉いですよね。さあそれでは続きまして、こちらのおはがき、あ、そうそう、先ほどおはがき途中になっちゃいましたんで、藤沢市の秀美さんですかね。どんなおはがきかというと、この番組での影響力がすごいと、で質問だということで、さださんと初めて出会った時の印象はということで、先ほどねラジオ真っ昼間、ここからのさださんとのお付き合いさせていただいたということですけども、その後、まあどうでもいい質問なんですけど、中学高校時代のクラブを教えてください。私のこれ、私そのまま通り過ぎようと思ったんですけど、どうしてもスタッフがですね、やっぱり一応聞いておきたいと何かその通り過ぎるには訳があるんじゃないかっていうところを指摘されまして、言いましょう。中学の時はハンドボール部っていうのが入ってましてですね、私実は杉並に中学1年までいまして、そこからですね立川に引っ越したんですね、でその中学1年の夏過ぎからハンドボール部も、まあ、家が遠いという理由で辞めました。だからハンドボール部は半年もいなかったってことですね。あと科学史研究会というのがいまして、これはどうでもいいんですけども、友達の鶏持ってきて解剖してみんなで食べたっていう、そういう思い出しかありませんね。高校時代は私こう見えても男子校ですからね、男子校で入るといえば書道部です。書道部、まあ、これはもう意外に、ね、あれ
いやだからね。浅田さん。うん。あ、会長。うん、今見えた。あ、大会長。見えましたよ。会長。もうね。ね、え？谷村さんも加山さんも振ってたでしょ。そうなんですよ。でね、みんなティッシュなのあれ。あ、ティッシュでした？そう、それでそう言ったらね、俺も振ろうっつってみんなが持ってったよ。あ、そうです、そうです。それでいっぱいで振っちゃった。いっぱいでね、そうそうそう、何人も何人もいたので、もしかしたら佐田さんが頼まなくてもみんな振っちゃったのかなと思って。違う違う、俺ね、俺が頼んだのはね、谷村さんと加山さんと、細川隆と、はい、それからあの辺にいた人アバウトで、いや、そう、佐田さん、もう至る所で白いもの振られてね、やっぱりね、谷村さんと加山さんに至っては、ね、その後もずっと振ってくださってんですよ、やっぱりね、あれやめた方がいいんじゃないですか。おいおい、あんたがやれてたんだろ。いやいや、オープニングはもう堪能しましたけど、その後もずっと振ってくださってんですけど、あの応援に回っていらっしゃってね。そうそうそう、なんだよね。それいいことなんですかね。いや、いいんじゃないか。そうですか。なんかじゃあもうずっと振ってくださって目立ってたし。なるほど、そう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 。そうそう、今谷村さんがね、どっかはぐれちゃったんだよね。ほらも、で今こちょっと行こうよっつったらね、なんか谷村さんは1月の2日で録音なんだってさ。ほう、うん、だからセヤングがね、うん、だから挨拶しなきゃって言ってたから、多分来ると思うんだけど。はぐれちゃったんですか。うん、そんなに広いとこなんですか、そこは。広いのよ、だって NHK ホールだもん。ああ、それはでも舞台裏って広いだけじゃなくて、やたら人がいるの。あ、そうだそうだ、会長、はい、オープニング、もうこれはもう白いね、あのティッシュは堪能させていただきましたけども、はいはい、どうですか、皆さんのこう雰囲気というか。いいよ。いいですか。やっぱりニコニコしてるわ。ああ、なるほど、うん、ニコニコ皆さん。あ、そうですか。やっぱプロだね。例えば、うん、ほら、オープニング、はい、なんかこちらから見てると結構やっぱり緊張するのかなと思うんですけど、うん、やっぱり緊張するんですかね。緊張してない。あ、してないもんですか。誰も緊張してない。年齢的に下の人たちもですか。全然関係ない。むしろ若い子たちの方がね、緊張しないみたいね。あ、そうなんですか。うん、なんか少しは松田彩ちゃんだっけ。はいはい、そうですそうです。トップバッター、米安の事務所なんだね。はあはあ、で挨拶したんですけど、ええ、やっぱ立派だね。なんですか。司会してる。ああ、そうですか。もうえなり君なんかもしっかりしてるね。ああ、いい子だね、あの子は。ああ、そうですか。驚いちゃった。俺思わずござるって言いそうになっちゃった。間違いない。それといいことはあんまり関係ないような気がするんですけど。そうか、そうか。そうでしょ。で、谷村さんね、8時半過ぎにね、連れてくるね。あ、そうですか。うん。8時半過ぎ。あ、うん、楽しみに待ってますけど。大丈夫、大丈夫。そうそう、佐田さん、はい。なんか今回の紅白で、うん、ね、まあ今までで起きたことで、なんかこう情報みたいなことって何かありませんか。はい、例えば、例えば、はっちゃんの衣装とか。衣装、まあ、はっちゃんすごいよ、今年は。ねえ、ちょっと私見ましたけど、20人ぐらいいるよ。そうそう、そうらしいですよね。うん、お金かけてますね。怖いよ。え、怖い。うん、だってみんな小林幸子なんだよ、20人が。らしいですよね。これはね、どう言ったらいいんですかね。うん、こう、キャベツ畑に、一人立ってる、小林幸子がいて、足元のキャベツが、全部小林さんってことで、ちょっと怖いでしょ。怖い。うん、あ、まあ、そういう感じかな。あ、ね、うん、今朝のスポーツ新聞なんかだと、小林幸子さんと和田アキ子さんのね、はい、確執みたいなこと言われてますけど、うん、どうですかね、実際ご覧になって、やっぱりあんまりこう遠いところにいらっしゃるんですかね、お互い。いや、そばにいるよ。あ、そうですか。うん、あ、なんだ。そばに、まあ大人だからね。そうですよね。ある程度その、なんていうのかな、心の中はどうあれね、心の中はどうあれ、心の中どうあれ、俺知らないけど。あ、そうかそうか、でもさっちゃんはね、陰でこそこそ言うタイプの人じゃないんでね。あ、なるほどね。まあ、あんまりそういう話とか聞きにくいじゃない。まあ、そりゃそうですよね。何かあったのとかさ、アッコさんにも何かあったんですかとか聞きにくいから。そりゃそうですよね。うん、知らんぷりしてる俺。ああ、なるほど、知らんぷりね。そう、そうですよね。そう、でもさっちゃんはね、相変わらずいつもの調子だよ。ああ、そうなん。あの人はね、上がりそうだからね。そうなんですか。うん、緊張してると思うよ。あの人ほどなんか上がらないような、そんな感じが。いやいや、やっぱりね、苦労してきた人は上がる。ああ、そういうものなんですか。苦労してきてない人は上がらないよ。ああ。怖さ知らない人は上がらないから。ってことは、表情見てて、なんか平静に見える人っていうのは、苦労してない人なんだ。うん、
いやいや、あのそんなこともないけどね、だからそれは努力でこんなあの克服できるけど、佐田さん、いろんな質問がもうね、本当に舞台裏って分かりませんからね、社長、あの例えばですよ、あのやっぱこれ生放送じゃないですか、生なの、まあ、ラジオもそうだけど、テレビもそうだ、そう、時間押すって時ありましたね、ごめん、ちょっと行ってくる、え、時間ですか、あれ、本当にそうですか、あら、やっぱりこういうもんなんですね、お互い生放送だから。あらまあ、なんかこう聞きたいことが聞けないうちに終わってしまうっていうのもなんかね、to be continued みたいな感じでいい感じじゃないですか。佐田さんがですね、今の番組の途中でございますけども、あの今ぜひですね、時間が押した場合は演奏とかが早くなったりするのかどうかっていうのを聞きたかったんですけれども、もうね、そろそろまた次の出番と、今度はどこに出るんでしょうね。また応援に出るってことですよね。そらさん の, あのご自分の歌ってのは11時過ぎですから、ここではまだだもんな、まだ8時もうちょっとで8時になるってとこですからね。ということ、あ、佐田さんはこの後応援の出番があるからギリギリまでいてくれたんだけども、おそらくスタッフがあのコンコンコンと来てね、表出ろって言われてそれで、なんだっていう感じで、あ、今情報が入りましたけども、8時10分ぐらいにどうやら、出演だと、応援で、ティッシュを振るのか、それとも先ほど私がもういいって言ってしまったんで、その通りにして、しまわれるのか、このあたりが分かりませんけどもね。さて、それではあの私にいただいたですね、せっかくですからおはがきご紹介させていただきましょう。こちらは香川県からいただいてます。ラジオネームが、タマ&フレンズさんという方ですかね。私が初めてテラちゃんに興味を持ったのは、大世界社の面白さだ総研に出演していた時です。私はそれ以来文化放送のアナウンサーイコールテラちゃんと思っています。ありがとうございます。そして、私がラジオスターうんうんと、テラちゃんの出演番組を聞き続けています。あ、これあの日曜日のね、夜9時半から放送している、のエミちゃんと放送してるのがうんうんという番組、こちらの方もなかなかあの私力入れ、いや他の番組力入れてないってわけじゃないんです。いや、みんなそれなりに一応力入れてるんですけど、やっぱりあの出方っていうのがあるんですよね。ゴローン西安宮の時には西安宮の出方っていうのがありますけどね。でもあの一番やっぱりこう西安宮21の出方が私としてもですね、やりがいのある楽しい出方ですね。切れればいいですから、それだけですけどね。ということで、こちら香川県でもあのね、ちゃんとこう聞いてくださってるっていうのはありがたい限り。さあ、紅白歌合戦はどんどんと進んでましてね、あ、またあのシーンの方が入れ替わりまして、今度は何番目なのかなみたいな感じですけど、私あの佐田さんとお話をしてたりとかハガキを読んでいる関係でですね、どこまで進んでいるのかっていうのは全くわけがわからなくなりまして、今はですね、どのあたりまで行ってんのかな、 1,2,3,4、今ですね、4番目まで終わったということになりますね。あ、今度は、あ、なるほどこの方が出てくるわけですね。2枚目ですよね。まだまだ若い感じですよね。あ、そうですか、頑張っていただきたいですよね。取ってつけたみたいな言い方だ。さあ、続いてこちらは、あ、大学講師をなさっているともこさんとおっしゃる方、土浦にお住まいの原口ともこさんですね。テラちゃんはじめまして。はじめまして。私はテラちゃんファンクラブ会員ナンバー、1、10、100、1000万、10万、77万7777番の原口です。どういう計算なんでしょうか。テラちゃんが面白さだ総研研究所長として活躍なさっていた頃からの大ファンです。もちろん、さだ大会長の大ファンでもあります。今日はぜひテラちゃんにお願いがあります。今日は年忘れということで、幹事長が学生時代の忘年会で、そして入社後は文化放送の忘年会でご披露なさった芸の数々を私にも見せてください。なるほどね。どうしてこういうハガキ選んでしまいましたかね。これね、まあもう今日大晦日ですから、私だって別にあの酔ってるわけでも何でもないんですけども、もう言いますよ、何でもね、今日は年忘れですから。学生時代の忘年会でやったのは、これは本意じゃないんですけども、一番大変だったのは、あの大学1年に入学してたの頃にですね、ピンクレディが流行ってましてね、これは忘年会とちょっと変わるんですけども、夏の合宿からスタートしましてね、UFO を踊らされたんですよ。あの踊りの前、やっぱりあの男の先輩がまして、僕と同じぐらいの体型で167センチか8センチぐらいのね、あの細身のこの先輩があの、今ちょっと保険会社の方勤めてますけども、それはどうでもいいんですが、踊りがうまくてね、で、もうなどのぐらい 2,3 週間練習させられた。それで UFO を踊って、で忘年会の時にもなんかサウスポーかなんかを踊ったようなね、
これは恥ずかしかったですけどね。そして文化放送の忘年会で披露なさった芸の数々、まあ、芸というほどじゃないですけど、こちらもまあ、ちょっと今お亡くなりになってしまいましたけど、内海義恵師匠と番組を一緒にね放送してる時に佐渡島にツアーがありまして、その時になんかやんなきゃいけないと、内海義恵師匠っていうのは美空ひばりさんのモノマネがものすごいんですよ。あの方は本当に似てらっしゃる美空ひばりさんのモノマネがね。でレンタルドレスのお下がり、よくほら結婚式の披露宴会場でもうちょっと古くなっちゃったような赤いドレスがあるんです。あれを安く仕入れてきて、そのドレスを着ながら義恵師匠が佐渡島でですね踊る、その前座を務めなきゃいけないということで、私も何かやんなきゃいけないで考え出したのが、まあ、これもオリジナルではないんですけれども、乾杯、長渕剛さんの乾杯というテーマに乗ってですね、それは佐渡島には80人以上のお客さんを連れていくわけです。で宴会の時にその隠し芸を披露しなきゃいけなくてですね、で美空ひばりさんのモノマネの義恵師匠の前にその乾杯の音楽に乗って、あらかじめですね大人用のおむつを履いておきましてですね、そして桃引き履いて浴衣姿で顔にこってりと化粧をしてですね、で乾杯で、まあ、グラスを持って、そして、お客様のですね通路のところをこう回るわけです。で、グラスにこうビールを注いでもらって、で乾杯って時に自分のその、まあ、お腹のところにジャーッとこう入れていくっていうねまあ芸でも何でもないんですけど、だけど意外に受けたんですね、これが。でもう満杯になっちゃってね、やっぱ80人から120人いますから、まあ、全員とは言いませんけど、俺全部入れてったらずーっとなんか冷たいものが太ももを流れていくんですよ。そう、溢れきっちゃったんですね。これには驚いて、で私の後ろの方にはですね、なんかこうビールがツツツツツと液体で流れてたと。でもこれ受けて後ほど義恵師匠からね、偉い、寺ちゃんは偉い、さすが芸人だって。僕は芸人じゃないんですけどアナウンサーなんですけど、そういうふうに褒められた、これが今となってはいい思い出になりました。ということで、さあ、佐田さんはまだまだね、出演の方はなりませんけれども、それではこの後そうですね、8時過ぎぐらいにはまたこちらの方には戻ってきてくれるという、8時半ぐらいには戻ってきてくださるということになってますが、お知らせ、そしてニュース、天気予報の後ですね、おはがき大紹介の方に移りましょうか。さだまさしの西洋具21、この番組はダスキンの提供でお送りしています。部長、水面下で進む私たち二人の独立計画、喫茶店経営に向けてお客様のくつろぎの準備も万端に整いましたね。うん、次はいよいよ私たちの準備をしなくてはな。なるほど、私たちの準備ですね。うん、これは深いぞ。よし、100番100番と。部長、ひょっとしてまたダスキンに電話してるんじゃないでしょうね。うん、ダスキンだ。え、本当にまた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 ダスキンですか。なんだろう、今度は私たちの準備ってことは身だしなみですか。そうだ。あ、思い出した、ユニフォーム。お、よく知ってるな。確かにユニフォームのレンタルもダスキンだが、他にもあるんだな。あ、もしもし、ダスキンですか。健康と美容についてなんですが、化粧品のことについてちょっと。え、化粧品までダスキンなんですか。このカサカサだった肌がほら、こうやって化粧水ではたくと、ほーら、君もなんだかいい感じだろ。あ、部長、僕男なんですけど。何、私だって男だ。男だろうが女だろうが、お客様をもてなすにはまず綺麗でいなくてはなるまい。そうだろう。あ、はい。これってダスキン、これってダスキン、お問い合わせは100番100番。セイヤ、ではここで文化放送ニュースと天気予報、報道部から上野智弘アナウンサーに伝えてもらいましょう。上野アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。まず兵庫県明石市の大倉海岸で砂浜が陥没し、4歳の女の子が生き埋めになった事故で、砂の流出を防ぐために護岸のつなぎ目を目張りしているゴム製の板の一部がわずか4年間でボロボロに腐食していたことが分かりました。この板は防砂板と呼ばれるもので、通常は耐用年数が20年から30年以上とされており、今回のようにわずか4年で腐食していたのは護岸工事に何らかの問題があったのではないかとの見方が浮上しています。
過ぎにテロ対策特別措置法による被災者支援の目的でアフガン難民への救援物資の輸送に当たった海上自衛隊の掃海母艦浦賀が今日午後横須賀基地に寄港しました。港には家族らが出迎えに姿を見せ、正月前に帰ることができて本当に良かったと再会を喜び合っていました。テロ対策特別措置法に基づいて海外で活動した海上自衛隊の艦艇合わせて6隻のうち浦賀を除く5隻は現在もインド洋方面で米軍の艦艇への燃料補給などの活動を続けています。今年5月日本に不法入国を図り強制退去処分を受けた北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国の金正日総書記の長男金正男氏とみられる男性が去年の10月から今年の2月にかけてほぼ月に1回のペースで日本に出入国を繰り返し、それぞれ数日間都内に滞在していた可能性の高いことが分かりました。その入国の目的については武器の取引など工作活動だったとの指摘もあり、頻繁な出入国をめぐって改めて憶測を呼びそうです。おしまいに、奄美大島沖の東シナ海で起きた不審船事件で、この不審船が沈没する直前に北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国の工作機関と交信する特殊な暗号を使っていたことが分かりました。この暗号は北朝鮮の特殊工作員が敵に見つかった際、証拠隠滅のため自決することを本国に知らせるときに使われるもので、今回暗号の内容が解読されたことで不審船は北朝鮮の工作船である疑いが一層強まってきました。ニュースは以上です。続いてお天気です。関東地方の今夜はこのまま晴れの天気が続くでしょう。明日も平野部ではだいたい晴れて初日の出を望むことができそうです。明日朝も今朝と同じぐらい冷え込みますので、寒さ対策をしっかりしてお出かけください。また日中の気温は10度から12度ぐらい、千葉県では13度の予想です。なお明後日2日から3日にかけても晴れるところが多いでしょう。東京地方今夜は北西の風晴れ、明日は北西の風、日中南西の風、沿岸部ではやや強く晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後明日の朝までが 0%、 その後明日いっぱいは 10% の見込みです。以上、報道部から上野がお伝えしました。せいやこのコーナーはおはがき大紹介でございます。2001年の大晦日にお届けをしている、まあ聞いてくださる方は2002年になって聞いてくださってらっしゃる方ももちろんおありだと思いますけどね、はい、大晦日ですよ。大晦日っていうのはやっぱりなんか緊張しますね。しますね。なんかあのしじみかなんか似てきたかなんて、どうですか一杯なんて、お味噌かなんて、宿題ってわけじゃないけども、所沢市の吉田石子さん、いらっしゃいませ。佐田さんはじめまして。先日の話題、コケラと柿のお話です。コケラ落とし、はい、うん、全然違う字です。そうでしたっけ。申し訳ない。そんなこととはつゆ知らず、コケラと柿というのは、はい、木片に市場の市というのを書きます。はい、コケラというのはですね、市場の市ではなくて突き抜けてるんです。一本棒が木片にずっと突き抜けてるんです。はあ、でもこれ間違いやすいですね。わかんないよ。コケラはあの八角で、柿は九角だそうです。大観和辞典、大観和辞典から教えてくださったのはペンネームメテさん、松屋浩二さんも同じ、おはがきをくださいました。稲葉恵子さん、越谷市の方は、間違いやすいけれども、柿という字にコケラという読みがあるわけじゃありませんのでご注意をと。コケラと柿は違う字ですと。勉強なんだ。勉強なんだ。もう四十だぞ俺。違うか、もう五十だ。そうじゃない。マジでどう。そんな時に。どさくさに。以前産経新聞夕刊の言葉の雑学という欄を読んで、2つの文字が全く違う字だということを知り驚いた次第です。コピーを添えておきます。なるほどね。こけら落とし。あと
それ以来こけら落としという文字を見るたびに逆に書き落としと書き間違えてないか気になって仕方がありません。漢字って面白いですねというね、書きぶきではこけらぶきとは読めないわけですね、うんうん、ああそうですね、なるほどね、なるほど、へえ、ね、勉強になるもんですね、この番組は間違いやすいな、でもこれはね間違いやすい、というかほとんど一緒ですよね、同じ、そうですね、小さな文字で、字の下手なやつだったら分かんないです、これは、いや字が上手でも分からない、分かんない、さてさておはがきをどん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 読んでまいりたいと思いますけどもね、はい、これはね富山県からいただきました村上のり子さん、いらっしゃいませ。本日は12月14日の金曜日なんですが、富山はいよいよ雪が降ってまいりました。まあ大変だよね、まだ積もってはおりませんが、そうなるのも時間の問題でしょう。もうかれこれ10年近く前、大学進学のため埼玉県へ行って初めて冬を迎えた時、来る日も来る日も毎日いいお天気なのでびっくりしました。青い空、白い雲、これが冬なのかと疑いました。富山に限らず日本海側の冬は来る日も来る日も雪、どんよりとした雪雲に覆われ、暗い毎日ですよ。今から早く春が来ないかなと思っています。ああ暖かいところの人が羨ましいね。え、今年も残すところあと2週間余りとなりましたが、リスナーの皆様それぞれどのような1年をお過ごしになられたでしょうか。セイヤングが復活してとっても嬉しかったですよね。私は相変わらずの日々を過ごしてしまいました。佐賀さん、年末もお忙しいですが風邪ひかないようにしてお仕事してくださいませね。来年は素敵な年になりますように。本当ですね、2002年が皆さんにとって素晴らしい1年でありますように、お正月過ぎて聞いてくださっている方にも通用するような言い方で、今日は非常に2限中継で分かりやすいですね、2年中継ですかね、東京で聞いてくださってらっしゃる方にはね、良いお年をと言えるんですけど、はい、ほとんどの方はね、もう何言ってんだよ、お前もう年明けたぞと、ね、佐田さんも年末はお忙しい、忙しいったって今 NHK にいるんですから、そうなんですよ、今 NHK ホールにいるぞ、私は、ね、これから歌わなきゃいけないんですから、複雑だな、歌うのはね10時、いやいやもう11時過ぎぐらいですかね、こんなに遅くまでね、はい、起きてられるかな、俺起きてられますって、どうかな、寝てるんですか、寝て、そうですよ、俺ね最近ね早寝するんだよ、寝てるんすお休みの日はね、あお休みはね、お休みじゃないんですか、あそうか、ね、なるほど、北九州市今頃何やってんだろうな、まあ多分このコーナー終わったら生で飛び込んでくる可能性あると思いますけども、北九州市の金子陽一郎さん、いらっしゃい、いらっしゃい、テラちゃんに質問があるんですけど、はい、11月19日の公開生放送に参加させていただいたんです。ああ、はいはい、ありがとうございました、ありがとうございましたね。セイヤングや大世界社は、あこうして作られていたのかと大変感動いたしました。あ、さてその時のことですが、スタジオの片隅に奇妙なものを見ました。テラちゃんのちょうど後ろの方に置いてあった黄色い、まるでぶら下がり健康器のようなもの、 あれ何ですか、なんであんなところに設置してあるんですか。新型の電波発信機だったりして気になります、教えてください。こういうご質問です。お客様お見えになったのは第一スタジオ文化放送の、ね、第一スタジオ文化放送、ちょうど佐田さんの真向かいというか私が座ってる背中、ね、 そうですね、その後ろに確かにぶら下がり健康器あるんです。あれぶら下がり、あれぶら下がり健康器なんです。あれぶら下がりっていいんですよね、いいんです。なんであんなところに置いてあるんですか。あれね、もうこれ古のことになりますけれども、うん、古まあそこまで昔じゃないんですけど、過去にですね、伊藤四郎さんが、伊藤四郎さん土曜日番組を担当なさってたんですね、うんうんうん、その時に、うんうん、なんか背伸びがしたいという、うん、そのわがままにお答えして、うん、わがままじゃない、リクエストにお答えしてどうも購入したのではないかなと、うん、あなるほど、だからもう10年は経ってないけれども、経ってるか、10年は経ってない、まだね、もっと前、もっと前、もっと前から、もっと前からあった、うん、もっと前から、さらに遡るそうです、実際には、高島忠夫さんが、高島忠夫さんが、気ままなジャンボという、それあなた、大昔ですよ、アシスタントの小俣雅子さんだった時もあるんです、そう、その時に、うん、またこうわがまま、じゃない、ぶら下がりたいということで、そう言われてみりゃ、ずいぶんあそこに置いてあるような気がするな、そうなんですよ、私はだから伊藤四郎さんが何度もぶら下がってるのを目撃してましたから、てっきりこれは伊藤四郎さんだなと思ったんだけれども、高島忠夫さんだったんだ、そうだったんですで、だから高島忠夫がぶら下がり、伊藤四郎がぶら下がり、今さだまさしがぶら下がり、ぶら下がってますからね、これあの1スタを使った、はい、
もうそうそうたる、喋り手が、あれにぶら下がったんでしょうね。たまにはミノさんもぶら下がったって話ですけどね。ミノさんもね、ぶら下がった、あれは何人がぶら下がったか、名前書いておけば面白かった、ね、文化放送の財産だね。ぜひ一度ぶら下がりに来てください。いやいや、そんな屋外じゃないですからね。苫小牧の長井恵子さんいらっしゃい。いらっしゃい。苫小牧か、もう真っ白だろうね。苫小牧ね、茶の間の窓からすぐ林が見える、いいね、こういう環境ってのは住環境として最適ですよ。葉が落ちた今頃になるとキツツキがコンコンと音を立てるのを見ることができる。あら、クマゲラがいますからね、北海道。夏の間日に当たらず枯れた枝に虫がつき、その虫を食べようとキツツキが枝を削る。窓からは皮を剥がされ白く細く見える枝が何本も数えることができる。その枝はやがて強い風の吹いた日折れて落ち、キノコや虫の栄養となり土に還る。うまくできているものだなぁと思って毎年楽しみにしている。ところで昨年はそれを見られなかった。鬱蒼とした林の影になり、夏家に日が入らないから何本か切り倒してもらったのが原因らしい。キツツキのご機嫌を損ねたのかもしれない。キツツキは、あのあれでココ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 ってこうあのつついて、バチバチでね、穴開けて中にいる虫を食べてると思ってたんですけど、いや私もそう思ってました。あれは違うんだそうですね。え、じゃあ何のためにあるの？反対側からつついてね、虫を反対側へ追い出すんだってね。ほー、叩くと虫が、あ、やばい、こっちから音がするって、反対側に出てきたのをピュッと回って食べるという、そういうことらしいという話を聞いた時に私は感動しましたね。素晴らしい知恵ですね。そう、あれね、考えてみたら虫がね、どこにいるかわかんのかなと思ってね、あれ、つついてんのね、思ってたんですけど、あれはつついてるだけみたいですよ、食う。まあ、最も穴開けるためにもつくんでしょうけどもね、面白いですね。いろんな町があります。ペンネーム、ノアさん。いらっしゃい。佐田さん、皆さんこんばんは。もう寒いですね。東京はどうですか？やっぱり寒いですか？そりゃ冬ですから。そりゃそうですね。そりゃね、半袖短パンで歩いてる人いないいないいない、それはいない。私、九州は春にしか行ったことがないのですが、佐田さんのふるさと長崎も冬は寒いのですか？さすがに諏訪に比べると寒くないのかもしれませんが、私は九州の冬は暖かいだろうというイメージがあります。佐田さん、教えてください。それでは お体に気をつけて。そりゃね、冬はね、寒いですよ。あの雪だって降りますからね、もちろん長崎ね、長崎もちろん降りますよ。長崎はどっちかというとね、日本海側の気候に影響を受けているところがあります。ですから、これ関東に来て、前にもお話しましたけど、関東の冬で一番驚いたのは、こんなにお天気のいい冬っていうのがあるんだな。ほー、で、もちろん東京の方が長崎よりはうんと寒いです。ところが、生地長崎の場合には東京よりもやや暖かいもんですから、家の中が寒いです。あ、まあまあよかろうという、だから僕、雪国が大好きなのは諏訪もそうですけどね、家の中 T シャツですから。はあ、それだけ暖房効かせる。そうね、やっぱり高熱やかかります。あ、もうそれは寒冷地ですからね、マイナス20度ですから外は。そんなですか？これに対抗するにはガンガンこっちでね、熱を出しとかないと生きていけないですから。それはだから家の中は T シャツで過ごしてね、外行く時だけね、グッとこう着るわけでしょ。メリハリが効いてていいですよ、帰って。長崎あたりの冬はね、隙間風がね、もうほんと、もうこたつに入るとね、こたつに入ったら足は暖かいけども首筋がスースーするでしょ。こんなもったいないから、高いですからね、九州あたりはやっぱり灯油だって。ああ、やっぱりね、あんな遠いところまで運ぶわけですから、遠いところっていう車ですよ、ね、だから、だよ、だから本当にね、もうね、もう、いや、新年早々聞いてくださってる方が多いんです。ああ、そうでした、ね、どこで聞いてるか新年けど、ああ、飛ばしてる、飛ばしてる、すごいな。もうね、ほとんど親父ギャグで言ってますからね、大丈夫ですからね、気にしないで、どんどん行ってくださいよ。行ってくださいよ、佐田さんが行ってらっしゃるんですよ。あ、そうか、神戸市の萩原悦子さん、いらっしゃい。
紅白歌合戦で歌われる曲、そう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 、まだ歌いませんよ、11時過ぎですけど、東京で聞いてらっしゃるから、そうそうそう、11時ぐらいかな、よくわかりません、うん、知りません、私は。あの俺が何番目に歌うのか知ったのは11月25日ですから、周りの人の方が先に知ってましたから、俺、何時頃歌うかわかんねえんだよって言ったら、分かってるよって言われまして、人に指摘されてしまいましたですね、ショックでした、がっかりしましたですよ、私は。なんだよ、俺より俺のことはみんなの方が詳しいんだなと思って、君を忘れないタイムカプセルに決まりましたね、そうなんです、君を忘れない、聞いていただきます。その年発売された曲を歌うのは珍しいことではないですか、あ、そうかもしれませんね。やっぱり紅白歌合戦というのは毎年テーマがありましてね、そのテーマに合わせて NHK の方で曲決めをするんですね。で、さださん、今年はこういうテーマだから、さださんのこの歌歌ってくれませんかっていうふうに言われるとね、まあ本当に皆さんのおかげで僕ヒット曲たくさん作っていただいたんでね、ああ、じゃあいいですよっていうことが多かったんです。今年はね、やっぱり未来へ向けての2002年へ向けてのということでね、それぞれがやっぱり今年を代表する曲を一曲歌おうということになったらしいんです、はい、でこの萩原さんご自身はもしかしたら精霊流しかなと、小説が売れましたから、そうでしたもんね、精霊流しかもしれないし、愛子様お生まれになった時に僕記念番組で夢一問目を選んで歌わせていただいたんだ、もしかしたら夢一問目を歌うのかなと思いながらも、新しい歌がいいなと思っていたので31日が楽しみですと、由紀さおりさんと安田幸子さん姉妹が お歌いになるのは花、ね、佐田さんが大竹しのぶさんのコンサートにゲストで出演された時にお話しされた、話を思い出しました。これは花でね、途中で抜けて帰る佐田企画の社長が茂りなんかが、ね、抜けて帰る時に社員全員で歌おうと決めたんですよ。じゃあちょっとごめんな、お先に、一番金持ってるやつがお先にって言った時に全員で待ちなさい、払いなさい、待ちなさい、払いなさい、いつの日かいつの日か俺が怒るから、ね、あ、そういう歌だったんだ。そうそう、ね、うん、失礼しました。まあそういう話を実は大竹しのぶさんのコンサートで僕はしたのをどなたかからお聞きになったんだと思う、素敵な歌なのにごめんなさい、木梨昭吉さんなんか怒っちゃってるから、木梨さん怒んないでね、うん、そう、素敵な歌なのに、ゆきさん、ゆきさん、安田さん姉妹の歌を聴きながら思い出しそうです、佐田さんのせいですからね、でも気に入りました、佐田さんのコンサートでもこのトークは使ってくださいよ、トークまで指定するな坂口美智子さんは京都市いらっしゃい、いらっしゃい、ついてる人ってどこまでもついてるんですよね、主任の話、宝くじを買って1万2000円当たったんで、奥さんとそれ持って競馬に行ったらそれが50万になった、うわ、うん、でパソコンなんかの家電へ行って、でその後200円の数字を削る宝くじを買ったらば1万5000円になった、おいいな、とっても羨ましかったりするけど、だからといって真似してもその運はないんですよね。でもそんな話をしていて100万当たったばかりがために夫婦仲がもう一つ悪くなった人もいるだとか、1億なんて当たったら一体どうなるのかと、虎の狸ので終わりました。1億なんて贅沢言わないけど、1000万当たったらお正月のハワイ行きたいな、そして芸能人はいっぱい見るんだって、別にハワイかなくたって見られるような気が、その後アメリカのディズニーランドに行ってみたいね、濡れ手で泡っていうか、はい、こう宝くじに当たったらいいなって思うことってありますよね。ありますよ、切実にあるよね。あります。でも買わないと当たんないんだよ。そりゃそうなんですよ、ね、当たんない。でも買わないと当たんないんだけど、買うと当たらないのはなぜだろうな。悔しいですよね。なんだかな。でも考えてみたら、俺なんかヒット曲が1曲あるっていうのは宝くじに当たるよりも大変なことなんだよな、うん、そうして考えるとありがたいことだなと思うね、うん、
一生懸命地道にやっぱり自分の一生懸命のことをやってた方が地道にいけるかなと。まあ宝くじ当たって地道に生活してね、うまくいって人生立て直した人もあるかもしれないけども、不幸になった人の話の方が多く聞くからね。そうなんですね、うん、慣れない金は持たねえ方がいいのかもしれないな。ね、これはね、 B 型トロロンさん、いらっしゃい、いらっしゃい、福岡からいただきました。昨日の夜、小さな娘が熱を出した。寝ると競い寝をしてあげた。必ず娘が眠るまでそばにいてあげようと思った。わかるね、小さな娘がね、熱出すとね、もう大変ですよ。オロオロしちゃって、思えば私はあまりこの子を構ってあげていないような気がする。この子が小さい時からいつもいつも私は仕事に追われ、仕事に疲れ、もっともっと抱いてあげればよかった、もっともっと絵本を読んであげればよかった、もっともっと歌ってあげればよかった、もっともっと遊んであげればよかった、せめて今日は眠るまで手を握っていてあげよう。ああ、それなのに頭の中では、ああ洗濯してなかった、ああ洗濯物干さなきゃ、ああ食器洗っとかないと、朝大変だしな、とうとうなかなか寝つけないでいる娘のそばを離れてしまった。ダメだな、どうしてこうなんだろうか。やがて静かな寝息が聞こえてきた。今度のお休みいっぱいいっぱい遊ぼうね、と言った。うん、うん、まあね、親というものの気持ちっていうのはみんなそうですけどね、まあ元気で大きく育ってくれることをね、本当に、祈りたいと思いますね、はい、幸せに、その子がね元気で大きくなって、そして一人前の人間になるまではね、まあ親の責任ですからね、幸せになってくださいと、一生懸命守ってあげるしかないですよね。親が守らなきゃ子供は誰も守ってくれないんだからね、だからと言って、子供が人殺したからって一緒に死体埋めに行っちゃダメ、それは愛ではないという気がする。間違いは間違いでね、やっぱりやっていかなきゃいけない。ここは子育てって難しいですよね。子供から学ぶことばかりだという気持ちはどの親も同じだと思います。それでは、ここで一曲お届けしましょう。匿名希望さん、葛飾の大里ジョージさんへ、帯広の高子さんから奇跡お届けします。せーやー。いやー、佐田さんは紅白歌合戦でね、先ほどなんか途中でもプツーンとこう、ごめん、いなくなって、ああすいません、本当にごめん、大会長、会長、心配してたんですよ、要するにね、なんか応援席で座ってないといけなかったの、見ました見ました、その後見ましたよ、た谷村さんと雑談してるまでバッチリ見ましたよ。もう谷村さんがね、藤井綾子さんの時に立つんだよ、あの人、赤組なのに、どうして、どうしてって言われてもこっちが聞きたいです、どうしてですか、なんかタイプなのかな、なんか楽しそうにさださんと谷村さんが雑談してましたけど、あれ何話してたんですか。あれはね、実はあそこの青い戦争降ってたでしょ、降ってましたね、誰も何をどうするか知らなかったそれでで、みんなが、リジャパンの連中も、みんなに合わせてくださいって言われて出てきてたの、で俺も谷村さんも、俺は谷村さんに合わせろって言われたのに、谷村さんは俺に合わせろって言われたらしいのよ。それじゃあいい加減かとお前のところの事務所はって言って、お互い罵り合ってたわけ。それがあんな笑顔で笑顔で、それで、ダパンプが知ってた、はー、偉いね、あの子たちは偉いですね、素晴らしいね、やっぱりリハーサルは聞いてこぶきですね。そう、ね、やんなきゃダメだ。今谷村さんがね、多分ねこっち来てくれると思うんで。そうですか、来たらね、なんか話しし、あ、来た、谷村さん来た、谷村さん来たからね、はい、はい、これマイクだからね。もうやってんの、もうやってんの、もうやってるよ。もしもし、もしもし、あ、田中真二さん、お疲れ様でございます。はい、切らないでね。もう、画面こっちに。テラちゃん。文化放送、テラシマでございます。テラちゃん、元気に？あ、おかげさまでありがとうございます。はい。谷村さんがね、藤あや子さんの時、立つのよ。立つ。タイプなのかな？盛り上げないとダメでしょう。あ、そういうことだったんですね。テラちゃんね、さっきブルーの、あ、グリーンのやつ振ってたの分かる？見てた。グリーン見てました、うん、あれ一個ね、北島さん振ってたやつ持ってきたんで、はい、それでプレゼントしますいいんですか、
じゃあこれ持ってきたんで、あの岡部さんに持って帰ってもらうんで。わかりました。これに谷村さんに後でサインしててもらうんで、さだまさしと2人、さだまさしと2人で、加山さんのサインも入れちゃおうか。さださん、はい、今おそらくですね、電話の2本でお話しくださってると思うんですけど、電話2本でお話しくださるとですね、はい、どっかの温泉に行ってんじゃないかみたいな感じなんです。あ、そうかそうか。じゃあね、それを切って谷村さんの切って。綺麗になりました。いや、俺のがあるから。これで二人で話して。いや、喧嘩しないようにお願いいたします。ちょっといい？クリアになりました。来た？はい、ほら。どう？あ、キレキレキレ。クリアになった？クリアになりました。今顔くっつけて喋ってるんだけど、まさしく。しかも受話器へ向かって嫌な格好だよこれ。いいじゃないですか。浮かびますよ。お前 NHK の駐車場だよお前。いいじゃないですか。怪しげな車でお前カーテン張ってやってさ。お前紅白の最中だよ今。いいよね、出演者だよ俺たち2人とも。谷村さんは何曜日だっけ。水曜日。水曜日、桃色の水曜日。ああ水曜日、はい、2日、2日、2日は録音、もう撮った。そういう会話ですか、ね、もうすごい盛り上がってるよ。おもうベロベロになっちゃおうかなみたいな。何ですかその。2日です。あ、じゃあ2日も楽しみにしてほしいね。そうですよね。そうだね、すごく終わっててみて楽しかったんで、ああみんな楽しいと思います。あ、そうだ。で、先ほどちょっと話戻させていただきますけども、はい、その緑の扇子みたいなもの、ね、はい、これ北島三郎さんのものを一本がめてきたの谷村さんが。ごめんごめん、これね、さっき北島さんのをがめてたら、ロンドンブーツの淳が郷さんのやつと交換してくれって言われて、はい、交換したんだこれ今。だから郷さんが持ってたやつ。やっぱりあれですか、郷さんが持ってると価値があるとかないとかそういうことになるんですか。そんな問題じゃないです。好みですから。ああ、なるほどね。郷、はい、って書いてある。名前なんですか。嘘。北島さんの方が多分ね、ご年配なんで、早めに値打ちあるかも。おいおい、またおいおい。これこれこれ。ちょっと待ってください。北ちゃん。ね。それで、ええ、じゃあ谷村さんもいいね。もういいの。もういいよね。いや、なんてお答えしていいんだか。私、田村真嗣さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この後、加山さんの後ろでギター弾くときは、ハンカチ触れません。ありがとう。あ、そうだ。先ほどハンカチをもうたくさん振っていただいてありがとうございました。振ってたでしょ。振ってましたよ。ね、俺一人ですよ。布のハンカチ振ってたのは。そうそう。谷村さんのはハンカチだって分かりました。分かったでしょ。あれね、東野の胸に入ってたやつをティッシュと交換したの。いいんですか、そんな。ミスターマリックさんみたいなこと言っちゃって。ひどいことするでしょ。ひどいことするでしょ。いやー。で、ハンカチはどうなさいました。あれ、東野に返して。あ、返した。ティッシュでさっき鼻かみました。そうですか。はい、今度は、9時20分。10分かな、加山さん のバックコーラスで9時20分ぐらい、僕とマサチはギターで、そうで歌は 歌えない、だからマイクから遠いもんね。コーラスはね、ひどい。俺たちが歌わないから。ああ、そういうことですね。ひどいよ。加山さんはそうすると、あれですね、紅白歌合戦のニュースの手前ぐらいで、そうそう、最後ですね、感じですね。ああ、そうだそうだ。だからコーラスきっと邪魔そうだなって感じで歌ってると思う。う、特によし行くぞ。あ、そうですか。これは覚えてなかった。ああ、そんなことで。音程も取れてなかった。あらま。はい。それで拳が入る変なところで。ああ。いや、待って、ってから。ご注目ください。ああ、これはいいですね。これは笑えますから。谷村さん、衣装は変えるんですか。衣装はね、紋付き袴に日本髪です。本当ですか。OK よ。大関の昇進披露じゃないんだから。そうですよ。カズマに対抗して。ああ、そうか、そうか、いい。すいません、シラフです。飲んでません。谷村さん、ありがとうございました。頑張ってください。はい、あ、もう帰っていいの。いやいや、帰っていいの。はい、はい、帰って、はい、帰って。はい、じゃあ、谷村さん。じゃあ、行くよ。行かれましたね。はい、どうもどうも。谷村さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。この近くにね、加山さんいるんだよ。あ、そうですか。ちょっと加山さんと行ってみようか。だって加山さん、だって今度、あ、まだか、まだ大丈夫ですね。大丈夫だよ。ちょっと俺、探って行ってくるわ。お願いします。ちょっと、加山さんの、そのまんまですよね。今じゃあ、その佐田さんがいらっしゃるところからかなり移動するんですか。いや、これ、これだよね。このぐらいって、多分ね、加山さんいないかな。はい。今、どのあたりを進まれてるんですか、佐田さん。加山さんじゃないかな。違うな。聞いてみて。あ、これだ。これじゃないか。これってどうなんですか。いやいや、加山さんはものですか。広い駐車場をね、走り歩いて、ちょっとコンコンつって。あ、コンコン。聞いて。あ、僕じゃないのか。反対側じゃないか。
こっちじゃねえかな。お、何か新しいこの場所なんですね。あのね、これはね、キャンピングカーなんだけど。加山さんはキャンピングカーでお出まし。そこで暮らすのか。加山さんですかね。はい。あ、なんかおられます？はい、少々お待ちください。あ、今のマネージャーさんですかね。ね、今ね、マネージャーさん。しっかりとした方ですね。加山さんがね、いるかどうか確認します。加山さんになるとキャンピングカーで来た。加山さん、大丈夫です？あ、文化放送です。あ、嬉しい。すいません、今ね、放送中なんですよ。生ですよ。すいませんね。ちょっと失礼します。私がスタジオにいて、佐田さんがレポーターですか？そうそう。ちょっとね、今ね、加山さんとね、一緒に来ましたんでね、ちょっとイヤホンをね、一つください。はい。イヤホンもらってきてください。まあ、具体的でいいですね。何よりですよ。手に取るように分かりますね。おはようございます。強引にお願いします。はい。加山さん、すいません、これ放送流れてますんで。そうなんです。ね。加山さんです。あ、加山さん。どうも。あ、こんばんは。こんばんは。文化放送第一スタジオです。加山さんもスタジオです。珍しいですよ、だけど。さっき加山さんも振ってくれたでしょ。加山さん、先ほどあの白いハンカチ振ってくださいました。ありがとうございます。いやいや、もうハンカチじゃなくてあれティッシュペーパーですよ。申し訳ございません。もうティッシュの白いものを振ってくれ、もう涙が出ました。本番直前に何をね、渡したのかと思ったんですよ。ティッシュでも鼻水出てるって言ってんのかなと思って鼻かもと思ったら感謝だね。じゃあ振るんですって言われて。そうなんです。実はあのね、このさだまさしさんのセイヤング今生放送中なんですけども、ここでオープニングに何かその証が欲しいということで、で加山さんにもお願いさださんがしてくださったようで、もう大感激。セイヤングね、これセイヤングです。あ、じゃあ僕はセイオールドだから。あらばお上手。大丈夫ですよ、大丈夫です。もうね、マジで持って、いや、大丈夫です。加山さんね、はい、男の楽屋にいないの。え、あのね、外でね、キャンピングカーにいるんだよ、加山さん。すごいんだよ、そのキャンピングカーがね、料理はできるしね、なんでもできますね。水泳もできるでしょ。何を水泳はできないでしょ。水泳は無理だけど、もうすごいの。ゴミ箱はついてるしね。ゴミ箱はついてるでしょ、大体。だけど、携帯に向かって二人ともって一生懸命話して、何なのさ、これ嫌な図だよ、テラちゃん。いやいやいや、嬉しいですよ、我々としては。もう一つ携帯があった方がいいって感じするけどな。ねえ、携帯もう一つあるとね、今度温泉行っちゃうんですよ。申し訳ありませんね。今、マイカーさん歌ってるもんね。マイカーさん？あ、そう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 。マイカーさんだよね。そうです、そうです。間違いございません。いいね。いや、それにしても佐田さん、はい、あの何か加山さんのキャンピングカーで料理をした後ってのありますか？え、料理をした？お料理加山さんは？加山さんこんな日は料理しないですよ。いや、料理はしないけど、食った残りがいっぱいある。まずそれじゃあね、加山さんのところからなんかがめてプレゼントにしよう。嬉しいですね。アンパン腐っちゃうじゃないですか。アンパンはちょっと無理かな。だからプレゼントで年明けに。あ、そこまで持ってる。そうですよ、なんか持ってる。お願いします。何か。それは無理だよ。なんか加山さん、いらないティッシュかなんかください。ティッシュ、加山さんの使ったティッシュとか、そういうのでいい。何がいいかね。何にもない。今探してるでしょ。今一生懸命あのマネージャーの方探してますんでね。キャンディ、なんかほら見つけたよ。ほら、あそこにないかな。おお、まだこれないかね。お菓子ボックス？お菓子ボックスいいじゃん。ちょっと見ます。加山さんのお菓子ボックス、ミルキーがありますね。おお。それからね、あの、あ、ヒゲ剃りもありますね。え、あ、この抹茶ドロップ、もうほとんど飲んでますけど、これ何ですか、これ？これはミルキー。あ、加山さんこれください、これ。お、これ箱。あれ持ってきたの？うん。加山さんこれ。どれですか？これ箱ください、箱。箱ね。でもこれにあれで入ってんのはね。いちごのミルキー。あ、これ美味しい。変わってるんだ。男の人の会話じゃないんだな。加山さんにこれ俺蓋にサインしてもらうから。あ、いいですね。これ新春早々プレゼントでしょ。嬉しい。ね。それがすごい大事にしてた。なんか悲しそうですよ。加山さん悲しそうですよ。買ってあげますから。大丈夫ですか？これはあのね、あの孫が持ってたやつ取り上げたの。お、なんですかね。これあのね、キティちゃんのね、おもちゃなんで、これがね、おもちゃ。ああ。かわいいでしょ。あ、本当だ、なんか音がしてる。なんかね、キティちゃんがね、なんか、コインのぼりかなんか振ってんだけどね、嬉しそうに、こんなの嬉しそうにしてる加山さんってね、ただのおじいちゃんですよ、これじゃ。わかりましょうがね。じゃあ、加山さん、本当ありがとうございました。ありがとうございました。ミルキー頂戴します。はい。これ、あの、サインしてくださいね。お願いします。お願いします。今ね、加山さんのところからね、私、去ってね、キャンピングカーからね。あ、この次はね、加山さんと、はい。もしもし？はいはい。聞こえますか？聞こえますよ。どっか触っちゃったのかな、これ。いや、大丈夫ですよ。佐田さん聞こえてますよ。大丈夫です。あのね、この次はね、9時20分ぐらいですかね。そうですね。20分ぐらいですかね。出番9時20分ぐらいに、
さっきお話ししたように、加山さんの後ろで僕はギター弾いてます。あ、加山さんはどんな衣装で出てくださるんですかね。加山さんの衣装は黒い黒滝です。黒いタキシード。あ、黒滝。日付どうすんの。日付今日にしてください。今日、はい、あ、サインしてくださってるんですね。12月31日。やった。おお、これ俺もらうわ。じゃ待ってください、サダさん。サダさん、違いますよ。人にあげるんだろ。そうです、だから俺あげたんだよ。そうです。わかりました、ね、わかりました。じゃあこれは必ず、じゃあ、お客さんにこうプレゼントします。加山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもすいません、失礼します。ということでね、今加山さんとこ出ましたからね、ミルキーを巻き上げました。岡部さんに渡したからね。わかりました。プロデューサーの名前ですね。そうそうそう。それで、今ね、中継車のところに戻るからね。中継車だってね、うちの会社のあれだけどね。あの車ですけどね。そう、いや何よりですよ。いや、それにしてもさ、佐田さんもこんなお忙しい時にね、いろいろ巻き上げてくださった。デザインしてるから、はいはい、佐田さん何してるんですか、だって。誰がですか。あの警備の人。あ、警備の人だ。警備の人が、佐田さん何してるんですか、出たり入ったり、出たり入ったり。怪しげに見えるらしいんだよ。それで、佐田さん今どんな格好してるんですか。俺はあのさっきのね、赤いジャケット、赤いジャケットを脱いで、その下の黒いキラキラしたやつで、うごめいてるの。キラキラでうごめいてたら顔出しみたいになっちゃうもんな、スターね。警備の人がね、面白かったね。佐田さん、うろうろして何してるんですか。だから、なんて言いようがないじゃない。文化放送のって言いにくいからさ。言いにくいですよね。うん、だから、今、レコーディングしてて、あの、詩を書いてますって。言ったんですか。あの、楽屋だとうるさいんで、外で詩を書いてるんですよって。言ったんですか。って言ったんだけど、さっき5分もしないでまた戻ったから、あんまり説得力はなかったみたいだね。そうですね。うん、いやいや、でも佐田さんも谷村さんは呼んでくださるし、ああ、よかったね。加山雄三さんのキャンピングカーにもね、この谷村さんのやつ、これいいね、これね。じゃあ、あの、寺ちゃんさ、あのラストレターは万が一のために録音したじゃない。そうなんです。あれすごく良かったから。そうですね、あれ生かしましょうよ。わかりました。ってことは、もうそろそろ良いお年をって言って、僕は楽屋帰った方がいいのかな。そういうことになりますかね。生放送これ今年最後になりますから、リスナーにメッセージを一言お願いします。そうだね、本当にありがとうございました。せいやもう今年最後のラストレターを読ませていただく時間になりました、はい。まあ、この後はゆっくりと紅白歌合戦でお楽しみいただきたいと思います。私もようやく落ち着いて紅白に集中できる、そんな時間がやっとやってくるような気がいたします。ラストレター、布施敦子さん。初めてのコンサートのことはよく覚えているというお話が出ていますが、私もそうです。私が初めてコンサートに行きましたのは1974年の8月、赤い鳥の解散コンサートでした。そこで初めてグレープに出会いました。その時の光景は今でも目に焼き付いているし、佐田さんの歌もバイオリンの音も耳に残っている気がします。感動冷めやらぬままにアルバム忘れ物を買いました。私が手作りのいちご柄のワンピースを着ていたなんてことまでよく覚えています。佐田さんとはそれ以来の長いお付き合いです。来年はコンサート3000回ですね。自分がその場に立ち会うことができたら、これ以上の幸せありません。いや、もちろん本当にありがとうございます。ぜひね、よかったら3000回一緒に祝ってください。そうなんだよな、時間ってのは本当にあっという間に経っていくもんな。不動岡高校佐田県 OB 矢島真一。まさんこんばんは。今年も残すところあと1週間ですね。さて、日本漢字能力検定協会は毎年この時期になると全国から世相を表す今年の漢字を募集しています。例えば阪神大震災があった95年は震、地震の震という文字だったそうです。昨年はシドニーオリンピックが影響してか金という文字が選ばれました。今年は何だかご存知でしたか。今年の漢字として一番多く集まった文字は戦、戦、戦うという文字だそうです。それに続いて狂うという字、それから乱れる、乱、恐ろしいという今日、それから命、命ですね、破壊の解、爆発の爆、新しい、それから崩れる、さらに牛と続くそうです。牛ですね。20世紀は戦争の世紀といった人がいました。21世紀は希望の世紀をと迎えた1年目は戦いの年になりました。来年こそは真の21世紀を迎えたいものです。おっしゃる通りですね。
本当に来年は笑って、年末が迎えられるといいなと思います。ユーリンさん、半年も前の週末のことですが、近所のスーパーに買い物に行きました。だいぶ腰が曲がってお買い物カートを頼りに歩く80歳くらいのお母さんと50代半ばくらいの息子さんが買い物に来てました。息子さんは化粧品コーナーで真剣に化粧水を選んでいました。一本の化粧水を取り上げ、お母さんこれがいいよ、これほら美白って書いてあって、これシミの予防にいいんだって、そう言いながらカゴに入れました。お母さんの方はニコニコ嬉しそうに息子さんの説明を聞いていました。息子さんのお母さんを大事に思い、そしていつまでもお母さんに綺麗でいてもらいたいという気持ちが伝わってきました。私も自分の母が年老いた時にこんな風に優しく接することができたらいいなと思った出来事でした。こういう光景に当たるとね、我と我が身を反省して恥ずかしくなるよね。素敵なあの親子っていうのはあるもんですね。さあ、そしていよいよ今年の最後のおはがきです。所沢市の下沢節子さん、木枯らしが吹いて随分寒くなってまいりました。所沢でも真っ白い富士山が美しく見える季節です。朝勤務先で制服に着替え、5階の外階段のテラスから真っ白い富士山が家並みの先に見える日には、思わず足を止めて深呼吸し、今日も頑張るぞと気合が入ります。富士山も場所によっていろいろ形が変化しますよね。山中湖精進湖あたりで見る姿はとても稜線が長くなだらかで女性的。新幹線の三島あたりの窓の外に迫ってくる真っ白な富士山はすごい迫力で男性的に見えました。芦ノ湖方面を車で走るとどんどん姿が変わっていく様子も見逃せません。一度だけ富士山5合目まで車で行き、7合目まで歩いたことがありましたが、私としては日本一の富士の山は程よい距離から拝ましていただくに限ると思っています。2002年、元旦には美しい真っ白な富士山の姿を見させてもらうことができるでしょうか。大丈夫でしょう。きっといいお天気で、そして素晴らしい富士山が皆さんの2002年を祝福してくれることと思います。昔の人もきっとね、富士山を見ながら今年は頑張ろうなんて思った人たくさんいたんでしょうね。来年も元気でお会いしましょうね。お相手は文化放送寺島直政アナウンサー、マネージャーの広田康永、そして佐田正史でお届けいたしました。どうぞくれぐれも良いお年をお迎えください。佐田正史のセイヤング21、この番組はダスキンの提供でお送りしました。